踊る暇があったら桜井見て。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、みんな大好き、トーマス・エジソンに関してお話ししていきたいと思います。ちょっと今日ですね、新しい試みとしまして、歴史上の人物、偉人って、実はこういう話もあるんだよ、みたいな。その歴史上の人物のちょっとした闇シリーズというか、こういったものをですね、まあ、いつもの倍の長さぐらいの尺でやっていけたらなというふうに思います。ちょっと試してみようかなということですね。今日はですね、そんな第1弾ということで、ちょくちょくリクエストもあったエジソンなんですけど、まあ、このエジソンに関してすごい知名度あると思うんですよ。まあ思い浮かべるものでいくと電球蓄音機映画とかね、とにかく発明のイメージが強いですよね。そんな彼、実はいろいろあって死刑の執行具までも開発していたっていう話があるんですね。ちょっと最初にまずざっくりと経歴を言っていこうと思います。ざっくりとエジソンには失礼やけど、トーマス・アルバ・エジソン、こちら1847年から1931年まで活躍したアメリカの発明家です。生涯84年間だったんですけど、彼が発明した数はですね、なんと驚異の1300個、特許の数はだいたい1000個ぐらいあると言われています。そんな彼の逸話というのは山ほどあって、例えば生まれた時頭がでかすぎて医者から肺炎を疑われたんですね。脳みそがパンパンやったと。さらには義務教育を3ヶ月しか受けてない。鳥が空を飛んでるのはあれミミズ食べてるからじゃねえかと思って、試しに自分で食べずに近所の女の子にすりつぶしたミミズ食べさせてたんですよ。めっちゃ最高です。そして睡眠時間は1日30分と最後ちょっと大喜利みたいな、今でも伝説として語り継がれてるんですけど、ただそんなイメージの一方で、日本だけじゃなくて海外とかでは悪名高い実業家みたいなイメージがあったりするんですね。僕もこれ最近知りました。特に強く言われてるのが盗作、まあ、パクリでして、彼の大体やった発明っていうのはもう実はほとんど他の人の作品で、こいつは金のためならライバルも蹴落とす卑怯なビジネスマンだよと、すげえ言われ方してるんですね。でこれをちょっと気になって調べてみたら、確かに僕が今まで知らなかったちょっとエジソンの一面といいますか、こう思われてるんだよみたいな海外の記事たくさん出てきましたんで、今日はですね、そんな天才実業家エジソンのちょっとした闇の部分について紹介したいと思います。まずこの発明王トーマス・エジソン、1847年、アメリカのオハイオ州で経営者のお父さんと元教師の母親の7番目の子供として生まれました。めっちゃ兄弟います。とりあえず幼い頃からもう好奇心はすごくて、実は彼はですね ADHD、LD、そしてアスペルガー症候群といったちょっとした発達障害を持っていたとされてるんですね。で小学校入学しても 1+1 は2ですよと教えてたら、エジソンはなんで2になるんですかみたいなちょっと根本的なところに突っ込んできてて、先生たちを質問攻めにしてたんですね。なんかここだけ聞くと僕と似てますね。でだんだんもう学校中から若干あいつめんどくせえよって煙たがられていって、結果ですねこの小学校というのを3ヶ月で退学したと言われています。だから義務教育3ヶ月です。ただ退学したんですけど、母親が元教師だったんで、そこで義務教育を学ぶんですね。で母親はですね先生たちと違ってこの子には徹底的に教えないといけないということで、エジソンがこれなんでと思ったことは理解するまでとことん教えるんですね。そして彼は気づくんですよ。あれこれ自分がこの疑問に思ってることって全部科学が元になってるんじゃないかと。素晴らしいよエジソン。これここで気づけたのはでかいね。でそっから彼はですね図書館に通って専門的な本を読み漁ります。すると次第にですね疑問に思ったことをお母さんに聞かずに自分で調べようということになるんですね。まだこの時10代ですよ。で12歳になった頃にはですね家に自分専用の地下室を作って実験室に改造していました。そしてその3年後の15歳にはですね彼の人生において最初のターニングポイントが訪れます。その時ですね鉄道で新聞の売り子として働いていたんですけど、普通にある日仕事してたらとある駅の駅長さんの息子がですね列車に轢かれそうになったんですよ。そこをエジソンが気づいて間一髪で助けるんですね。するとこの駅長がですね、まあ、お礼として、君そんなん好きなんやということで、じゃあちょっといいことを教えてあげるよということで、当時の最新技術であった電信技術を教えてくれたんですね。どんなお礼やねんという話なんですけど、そっから約3ヶ月でその電信技術を取得して、当時の花形職業でありましたこの電信技師というものになります。で、エジソンはですね、ここで初めての発明を生み出します。それが自動電信返答装置というものです。これすごいんですよ。まあ、これボットなんですよ。当時ですね、仕事の出勤定時になると、この電信機っていうのを使って、本部に自分起きてますよっていう風な合図の連絡をしないといけなかったんですね。ただまあ眠たかったエジソンはですね、どうしたらこれなんかうまい具合に寝てるけど遅れるかなっていうのを模索して、結果ですね定時になったら自動で信号を送る自動電信返答装置っていうのを開発するんですよ。この発明がですねこのエジソンのずる賢さみたいなところを象徴する、まあ、最初のエピソードだと言われています。そんなエジソンの盗作疑惑に関してなんですけど、まあ、エジソンさっき言った1300個の発明を生み出したと言われてるんですけど、中には勝手にパンを裏返しにしてくれるトースターとか、結構あのしょうもないって言ったらあれですけど、まあまあその面倒くさがりから生まれたような発明とか結構あったりするんですよね。でも中には
マジで世界を変えた発明もありますよね。彼の中でも一番人間の生活を変えたものだとされているのが白熱電球ですよね。もうこれエイジちゃんのおかげでこの夜も明るいです。ただ結論から言いますと、実はこの認識間違いでして、この白熱電球というのを発明した人は別にいまして、それを改良して世に広めたのがエジソンだと言われています。実はね、これ初めて特許を取ったのはイギリスのジョセフ・スワンという人物なんですよ。でその時の仕組みはめっちゃシンプルで、電球の中のフィラメントっていう部分、ここが発熱して光を放つっていうものだったんですけど、このスワンが開発した電球っていうのは、このフィラメントが短時間で燃え尽きたりとか、とりあえず消費電力がものすごい大きかったと、いくつかの欠点があったんですね。そこでエジソンはですね、このアイデアをまあ言ってしまえばパクって、このフィラメントをジャパンの京都の竹に変えたんですよ。そうすると長時間光り続ける電球と改良できたんですね。ただ、まあ、改良したはいいけど、スワンが実際特許持ってるんで、エジソンは勝手にそれを売ることができなかったんですよ。じゃあどうしようかなとエイジ考えました。ここでエイジこんなことをします。まずはですね、君と僕だったらこの世界取れるんじゃないかっつって、まあ、スワンを取り込んで共同で会社を設立するんですね。でまだですね、まあ、実際に商品として売り出せるかも全く分かってない開発段階で、マスコミ各社にもうすぐ我々の電気の時代が来るっていう風に大々的に歌ったんですよ。大博打ですね。ただ当時はですね、ガスを使ったガス灯っていうのが一般的だったんですけど、電気の時代が来るってこの二人言っとんぞとか言い出したもんで、ガス会社の株価が大暴落したんですよ。でそれと同時に電気っていうのが注目されたんですけど、どこの電気ってなったんですよ。で結果ですね、この二人の会社にどんどん研究資金が集まったんですね。で最初はまあハッタリみたいなものだったんですけど、実用的な白熱電球っていうのを1年後に完成させまして、世に出すことに成功したんですね。まあ元々はその自分のひらめきじゃなかったものをベースとして、そこから発明者とかマスコミ世論をうまく誘導して、結果これエジソンが作ったと、まあ自分の功績になっちゃったんですよね。まあ他にも蓄音機に関しては、実はエドワール・レオンっていう人が先に発明してます。電話機もですね、まあ有名なアレキサンダー・ベルという方が先に特許を取ってて、それらをですね、まあ世に出したのがエジソンだと言われてるんですね。これを聞いてアンチがいるのもわからなくはないんですけど、まあ、見方を変えたら、このパクリっていうのは現代でも日常茶飯事起きてるってことがあって、一つ例を出すと Windows と Apple、 これ今もどっちがどっちをパクったかみたいな議論されてるんですけど、時代を少し遡って1984年、それまでパソコンのキーボードっていうのは、まあ、カチカチする方法でしか操作できなかったんですけど、その年ですね、スティーブ・ジョブズ率いるマッキントッシュ社、今でいう Apple ですよね、ここが GUI と言って、まあ、マウスとか指を使って操作できる画面を搭載したコンピューターを発売したんですね。これによって馴染みのない人でも簡単にコンピューターを操作できるようになったんですよ。するとその翌年ですね、次はビル・ゲイツ率いる Windows 社も同じようにこの GUI を搭載したコンピューター Windows 1を発売したんです。ここだけ見ると後出しした Windows っていうのは、まあ、Apple をパクったとか今でも言われてるんですけど、実はこれ厳密には間違いでして、これどちらの会社も元をたどっていけばロックス社っていうところのアルトっていうコンピューターのパクリだったりするんですよ。これ見た目なんですけど、 Mac にも Windows にもすごい似てますよね。ただこれを聞いて Apple と Windows をちょっと卑怯だよね、パクリだよねっていう人って多分あんまいないと思うんですよね。本人たちはどうかわかんないですけど、結果的に今一人一台好きなスマホを持てるようになって、まあ、YouTube とかも見れてるわけじゃないですか。ちなみにこのね、スティーブ・ジョブズに関してはずる賢い彫刻家って言われるぐらい、この盗作っていうんですかね、応用とかの天才があったと言われています。この他にもそのシステムの軸をパクるっていうのは、身近なところで言うと TikTok とかもあります。これもともとミュージカリーっていうね、15秒のショート動画を作成して上下にスライドすることで閲覧できると、もう全く同じようなサービスがあったんですけど、まあ、それをより見やすく使いやすくっていう風に拡散されて改良されたのがこの TikTok だと言われています。まあ、YouTube とかもそうなんですけど、バズったものを誰かが真似して自分なりにアレンジして動画を出すなんてことよくありますよね。こう考えると現代ではパクって改良して世に出せばオリジナリティみたいなのって結構日常茶飯事行われてますよね。ではちょっとエジソンに話を戻すと、それをですね、いろんな分野の発明で大々的に行っていたのがこのエジソンだったというわけなんですけど、ただこのエジソン盗作に関してちょっと一つエグい話があって、それがプランスの月世界旅行っていう映画があるんですけど、これを複製しまして、それが公開される前に複製したその映画をアメリカの会社に売りつけて荒稼ぎしたという噂があります。これは盗作っていうか普通に犯罪ですよねで今日ですね、もう一つエジソンに関してエグい話あるんですけど、それが最初に言ったライバルとか仲間をも蹴落として成り上がったっていう噂の真相ですよね。それがこのエジソンが発明した処刑用の器具、電気椅子の発明と深く関わってくるという話なんですけど、時はですね1880年代、当時は今のように電気自体を家とか施設とかに送る配電システムっていうのがなかったんですね。そこでエジソンはですね、ちょっと後から説明するんですけど、直流電流っていうのを使って電気を離れた場所に送るっていうシステムをね、世に広めようとしていたんですよ。でちょうど時を同じくして、これまた天才科学者のニコラ・テスラが現れます。このニコラ・テスラは交流電流というものを使って配電するシステムを発明したんですね。でこの直流と交流の違いなんですけど、まあざっくり言うと、直流は一定の方向のみに流れる電流で、交流は流れる向きとか電流、そして電圧が周期的に変化する流れ方のことを言うんですけど、でこのニコラ・テスラに関してはなかなか面白くて、まあこれね、前動画にもしてると思うんですけど、この方の生い立ちからちょっと話すと、もともとクロアチアっていう国で生まれて、5歳の頃にはですね、小型の水車を発明するぐらいの天才だったと言われています。で大学の時にですね、直流電流の発電装置から火花が出てるのを見て、これって火花出るってことはエネルギーが無駄になってるんじゃないかってことに気づくんですね。意味が
がわからないよね。そっからわずか5年ぐらいでそれを改良した交流電流の発電装置を世界で初めて発明するんですよ。で1884年にですね、もうこれを世に広めようとアメリカに行って、まあ発明家といえば誰だろう、エジソンだということで、エジソンの元でまず働いてたんですよ。しかし間もなくしてこの2人は衝突します。ある時ですね、テスラはエジソンに、僕自分の国で交流電流を見つけてしまって配電システム作れると思うんですけどって言ったら、エジソンがですね、いやお前と、じゃあもしねこの工場をそのあんたの交流電流で動かすことができたら、まあ5万ドルかなと、これ今のレートで13億あるんですけど、それぐらい上げるわっていう約束をするんですよ。で結果的にテスラはですね、本当にいとも簡単にこの工場を交流電流で動かしたんですよ。でできましたよエジソンさん、報酬くださいって言うと、エジソンがですね、お前アメリカンジョーク知らんのかっつって、完全にバックレたっていう話があるんですよ。これにテスラがブチ切れて、なんやこいつと、なんでこいつのためにこんなせないかんだよってなって、自分で独立してこの交流電流を世に広める活動を始めるんですね。これが俗に言うエジソン VS テスラの電流戦争と呼ばれているもので、直流なのか交流なのかみたいな、ものすごい激しい争いが勃発します。ここで出てきたのが電気椅子なんですよ。当時アメリカではですね、もう少し人道的な処刑方法ないのかっていう風に求められてたんですけど、そこで急にエジソンが、僕交流電流使った電気椅子発明したんですけどって言い出したんですよ。君直流電流しじゃなかったかなって、まあこれもちろん裏がありまして、実はその交流電流は人を殺せるよっていう、その危険性を世に知らしめるためだったって言われてるんですよ。こういう風に使ってくださいっつって、あえて象なんかを使った公開実験とか行ったんですよ。要はネガキャンですよね。交流ってこんなでっかい動物も殺すんですよねっていうメッセージをつけたんですよ。まあもちろん電流が危険なわけであって、その流れ方自体に危険性がないっていうのはエジソンも知ってました。しかもこれエジソンっていうのはそもそも死刑反対派の人間だったって言われてるんですね。それだけこのテスラの交流電流っていうのは脅威でしたし、すごい優れていたんですよ。で発明から1年後にはですね、早速世界で初めての電気椅子を使用した処刑が行われます。でこの時処刑されたのが、内縁の妻を斧で殺害したウィリアム・ケラーという人物だったんですけど、この方有名ですよね。観衆が見守る中、1000ボルトの電流を17秒間流したんですよ。すると生きてたんですね。そしたらエジソンが、いやこのまんまじゃちょっと交流電流のメンズ潰れるわっつって、次は躍起になって2000ボルトの電流を70秒間流します。すると結果的にこのケラーの死亡は確認されたんですけど、この遺体がですね、もう全身丸焦げになって、電流を止めた途端体が発火して、もう見ていた人もですね、いやこれどこが人道的やねんと、いっそのことこれ斧使った方が良かったんじゃないかっていうぐらい、ものすごいエグい現場になったんですね。でエジソンは結果的にですね、この交流の危険性を世界にアピールしたんですけども、対してテスラどうしたかというと、いや皆さん安心してくださいと、別に交流電流危険じゃないですよっつって、だいたい使うの100ボルトぐらいなんでっつって、自分の体にまず100ボルト流すんですよ。でこれぐらいだったら全然大丈夫でしょっつってアピールするんですね。めちゃくちゃテスラ体張ってますよ。ただそれを見た人たちは徐々に変わって、確かにそうだよねと、電流って確かにそういうことかってなっていって、まあ、その努力が報われてですね、この交流電流の有効性安全性というのが認められていくようになります。そして1983年、ナイアガラの滝で発電の交流電流が使われて、世界中で直流から交流電流へと大きくシフトしていったと言われてるんですね。まあ、この時ね、もしテスラが負けていたらどうなっていたのかなと、結局その交流電流を開発したエジソンになっていたんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっと詳しい方いたら教えてください。はい、こんなちょっとずる賢さもあるようなエジソンなんですけど、まあ、ここでちょっとね、彼に関するちょっと怖いというか陰謀的な話を一つ紹介したいと思います。時は1880年代の後半ですね。世界で注目されていたのが、写真の次のステップ、動く写真、そう映画の撮影を可能にしようと、映像カメラの発明にすごい取り組んでいたんですね。まあ、もちろんこれエジソンも目をつけていて、いち早く発明して特許を取って、アメリカで映画が作られるたびにですね、自分の元にお金が入ってくる仕組みっていうのを作ろうとしたんですよ。ただなんだかんだ言ってる間に、他の発明家に先を越されて映像カメラの特許の申請されたんですね。この発明家っていうのがフランスのル・プランスという人物でして、彼はいち早く16レンズ式撮影機という、そして畳みかけるようにそれをもっと改良した単レンズ式撮影機っていう、この2つのカメラの発明に成功したんですよ。さらにはですね、ラウンド兵の庭の場面っていうね、世界で初めての映画を撮影して成功させました。もうエジソンから見たらもう数段先というか、もう遥か上の話なんですよ。でこのプランスはですね、フランスからアメリカに移住して、この単レンズ式撮影機の特許をアメリカで申請したんですね。あとはもう承認待ってたんですよ。もう彼自体ももうこれは勝ったぞと、もうこれ世界に名が轟くなと思ってたんですけど、事件が起きます。それが1990年の9月、ニューヨークでラウンド兵の庭の場面の世界初となる上映会までたったあと数日だったんですけど、彼は友人に会うっつって家族の住むディジョンという場所からパリに向かうため列車に乗ったんですね。しかし列車がパリに到着すると、このプランスっていうのが姿を消したんですね。直ちに捜索は始まるんですが、彼が見つかることがこの後ありませんでした。でこの事件に関してはいくつか説があるんですけど、一つは自殺。彼の知り合いの中には、彼がこの映画の制作にかかる材料費でものすごい借金をしていたっていう証言を残した人がいます。ただこのプランスの息子アドルフは完全に否定します。いや、いくつか彼は収入源があったし、お金にもほぼ困っていなかったっていうんですね。じゃあ彼の身に一体何が起きたのか、ここで浮上するのが他殺説ですよね。このプランスの家族はですね、誰が犯人だと言ったか、そうトーマスエジソンなんですよ。これについて結局真
相分かっていないんですけど、亡くなって最終的にこれ誰が得したのかっていうのを辿ってったらエジソンだったんですよ。実際このプランスの死後ですね、エジソンはこの映像カメラの特許申請を行ってなんと成功してるんですね。で事件はまだ続くんですけど、失踪してからおよそ9年後の1899年、彼の息子がですね特許をめぐった裁判に証人として出席して、エジソンは父の功績を横取りしたと繰り返し主張します。ただこの主張が認められなくて、エジソンの勝訴で終わるんですけど、諦めずに控訴するんですね。しかしその翌年、アドルフは鴨狩りに出かけたのを最後に、その後銃殺された姿で見つかったんですね。でアドルフの死に関して、他のハンターの流れ弾が当たったんじゃないかとか言われてるんですけど、鴨と人見間違えますか？さらにタイミングが良すぎたんですよ。エジソンにとってはあまりにも都合が良すぎるというか、実際エジソンは気に食わない会社とかにはマフィアに依頼して妨害工作をしていたなんて噂があるんですね。ただ敵も多かったエジソンなんで、この時すごい疑いが強くて、その後のこの特許裁判ではこの映像技術に関してはエジソン単独の発明じゃないよねっていう主張が認められたんですね。これにより結果ですね、このル・プランスの名前っていうのは世界中に知れ渡って、最終的に映画の父と呼ばれるようになりました。ただ実際のところこの事件とエジソンの関係性っていうのは証明されてません。ただね、もしかしたらこの映画発明の裏には僕たちが知らない陰謀が、そしてエジソンが関わってるかもしれないというお話でした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。エジソンに関するねすごいところとか黒い噂事件などを紹介しました。ちょっとね怪しさプンプンの部分あったりとか、人間的にはクソみたいなことしてたりするんですけど、結果的には世のためにたくさんのものを残して人の今の生活にもめちゃくちゃ役立ってるんですよね。ちょっと複雑ですよね。あとは全く関係ないんですけど、ちょっと今回調べてて天才と発達障害の因果関係とかなんかこれあんのかなとか思ったんで、もし気になるよって方いたら動画にしてみようかなと思います。このエジソンに関して実はまだたくさんあるんでね、ぜひね、あ、これも入れといた方がいいよみたいなのがあれば感想と一緒にコメントいただけたら嬉しいです。今日はちょっと長めに話してみたんですけど、こういった長尺の解説動画どうでしょうか。ぜひ感想コメントで教えてください。というわけで今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。